すいません、今月はコメンタリーできないんですけれども、この放送を見てくれれば後楽園の、情報はバッチリなので、ぜひご覧ください。どうぞ。Thank you.
ドンケガドンケガ。Yeah!
内は13分34秒、13分34秒、モダルタイムによりまして、安倉選手の勝利でございました。Yeah.
Yeah!
私たち久しぶりにアイアンフッソ格好材になることができました。楽しいでしょ。最高の雰囲気ですね。あのさ、あ、このベルトを取ったからには我々にしかできないバチバチとした防衛ロードで、こちらのバサラを、バサラだけじゃなくて大日本もプロレス界を我々このベルトを持ってしてまだまだ盛り上げていきましょう。やりましょう。皆さん今日は楽しかったですか。皆さんはいつまでも、ね、笑いたいなとか息抜きしたいなと思ったらいつだって仕事終わりにお酒飲みに来てください。皆さん乾杯しよう。乾杯。一口目のビールっていうのがうまいな。これはこう合法的に試合後飲めるって。最高の空間ですね。皆様いつでもバサラ来たらこんなに楽しいプロレス必ず毎回やるとお約束しますので、皆様これからもバサラをどうぞよろしくお願いします。大丈夫ね。はい、というわけで皆様乾杯。俺久々だから分かんないんだ。乾杯あ、そうだな。せーの乾杯だっけ。オッケー、じゃあせーの乾杯で。乾杯ナーシャ。乾杯ナーシャで締めたいと思います。皆様いきますよ。せーの乾杯ナーシャ。ありがとうございました。いやー、よーおどうすこい。ありまわな完全敗北や。敗北だ。負けましたね。負けた。負けたね。負けた。負けましたね。玉砕、玉砕。いやでも、やってる中で1から10まで全部楽しかったのは確かにですね。確かに楽しかった。野村は怖いけど、野村と樋口のマッチアップなかなか、そんなに見れないもんなんで。いや、まあ確かに。怖いって言ってますもん。怖かった。もう表情で顔面と出てくる。確かに。めっちゃ疲れた。今日まあまあ縮小縮小まあ負けましたけども、はい、まだまだ次がどんどん、まあ次はないです。まだ狙っていけばいいし、あ、いや、ビートだけじゃないし、そうそう、はい、あとどんどん頑張って解散総括会解散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 。まあ多分そのベルトを失っても樋口はまた出てほしいと思いますんで。あ、本当ですか。まさかね、また張り間をやって逆もしかりね。そうね、 DT でね、中津さんはね、どこでもいいんじゃないか、ハリマは。え、どこでも活動してる。まあどこでも活動してる。はい、あの浅草でも、浅草でも、はい、歌舞伎町でも、歌舞伎町でも、四谷三丁目でも、はい、海外でもいいですわ。もしパスポート持ってへんけど、あれ、急に現実味が。でまたあの今日は勝手になる試合やったんで、まあね、まあね、また次がね、次頑張りゃいいだけの話。次の目標は、え、次の目標は、次の目標、次の目標、そうですね、今年1年頑張っていける。ああ、一番大事。うん、生存も一番大事。それは来月、あのまた大日本の方で、そうだ、そうだ、ね、そうだ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 、沼田選手からいいエッセンスをいただきましたので。ああ、なるほどね。はい、青木に優しさにかわしようかな。いいですね。はい、やります。いいですね、勝手ですね。はい、今日のあれをね、あのぶつけて、7月頑張ってで、8月は抜きますし、まさか後楽園もありますんで、おはい、ここで折れずに、腐らずに頑張っていこうと思います。お願いします。どうだった今日？最後最後やったな。最後で終わりますわ。はい。なんか質問とかなければもう大丈夫か、石田。あ、やば、晴れ間最後でしょ。最高にしますわ。はい。いや、締めさせてもらいますけどよろしいですか。いいですか。じゃあ石田、いつもの頼むわ。まとめてくれ。ヘロー、どうぞ、行くぞ。いやー。どうすかー。やっぱでもなんかこう同じ近いこう世代で、うん、なんていうのかな、こう、まあ、さ恥ずかしくない試合ができたっていうのは、まあ、結構嬉しいですね。ここから10年ぐらい、ね、10年でいつまでか分かんないですけど、我々がこういう風にやっていかなきゃいけない世代ですから、うん、はい、まあ、今日は始まり頑張りましょう。
初手は勝った。ハマリオ。ハマリオだっけ。ハマリオ。ハマリオ。ハマリオ覚えたな。すごかった。うん、すごかった。二人ともすごかった。ハリマオ。ハマリオじゃないんだ。ハリマオ。ハリマオ。ハリマオですね。初手はアストロゴス。すごかった。初手は勝ち。勝った。でも今日で終わりじゃない。わかんない、でも。初手は勝ち。何度かまた。何度かどうせやるよ。あんな、どうせやるよ。我々は二チームともトップ戦線なんで、どうせやりますから。見て。合わないし、こんな年季入った。いいじゃん。味が出て。3年ぶりぐらいに会ったらこんな年季入った。味が出て。今度こそ永久に防衛しましょう。そう、味出していこう。ああ頑張ろう、野村さん。ありがとう。今日から始まりですね、また。ああ頑張ります。Thank you! Thank you! いや、絶対コメントあるから。はい。あ、すいません。21年の7月ドライブリーはい。ベルト体感。誰に負けたのかすら俺ちょっと覚えてねえや。ごめんなさい。誰に負けたんだっけ。SOS。ああ、 SOS だ。 SOS に負けたのが21年の10月だから。ちょっとあれだな、 SOS にはちょっとチェックポイントとか中間試験でちょっとまたヒリヒリしたいね。21年だから今2年半ぶりか。ちょっとあんまさ、こう SOS みたいに戦う前にヒリヒリするチームってまあないね。あんまないじゃん。チームですね、やっぱそこやりたいですね。持てると思ってしてね。やろう。やろう。あ、全部やっちゃおう。全部やろう。これ持って帰ったり、いろんなとこ行こう。そう。全部やる。だってもうずっと防衛するんだから。そうだな。私はクイントン・ランページ・ジャクソンを見に行かなきゃいけないからな。緊張するわ、明日。あ、明日頑張ろう。ありがとう。緊張するときはナーバスだわ。そうだよな。Thank you.
Thank you.
ますよ。リオさん、人形さん、ドロー。Yeah!
Let's go.
ごめんなさい、今すげえ言葉を選んでます。じゃあ何で前に持ったのって言われてもそれは仕方ないんですけど、次後楽園ホール大会あるじゃないですか。ちょっとわがままが過ぎるかもしれませんが、言葉に出さないと叶わないこともあると思うので、難しいかもしれませんが、俺の数少ない動機呼ぶための準備をしたいと思います。ここにいる皆さん、カリスマって知ってますか？まあ知らない人いないだろうけど、おい、佐々木大輔をこのバサラのリングに呼びたいと思います。もうあくまでも呼びたいと思いますなんです。ここにいる皆さんの声の後押しが必要なんです。協力してくれますか？ありがとうございます。で、もう一個、まあ、せっかく呼ぶんだったら、せっかく呼べるんだったら、もう一個わがままを言わせてもらいたいなと思って、アイアンフィストのタッグ王座にクビーと佐々木大輔組で挑戦させてもらえないかなと思っています。まあそんなとこです。今日のところは何にも決まっちゃいねえから、これしか喋ることないけど、言わないよりマシでしょ。話はこれからです。何も決まってないです。ただ言わないと何も話は進まないと思うので、とりあえず今日スタートで、まあ連絡先は知ってるから、とりあえず横から詰めておいて、お酒も用意したり、そういう感じで、あと大人の力の限りで呼びたいと思います。わかんないです、本当に来るかどうかわかんないです。あの人も気ままなので、オールとかより新規場に呼べって言ったりなので、酒がなければ来ないと思うんですけど、オーラクエンホールにはレモンサワー、私の自腹でビール買ってきますという心持ちです。これまで、まあ、スタート地点は同じだったんですけど、組んだことは多分ベトナムで1回組んだことしかない。僕の記憶が正しければあとはもう全部対戦するから、まあ、人生ね、どこでチャンスが交わるか分かんない、まあ、それが今である必要があるかどうかはさておき、まあやりたいなと思ったタイミングで後悔ないようにやっていけたらなと自分自身は思います。まあ分かんないですけどね、あの人何考えてるか分かんないんで、酔っ払った勢いでいいよって言っちゃうかもしれないし、酔っ払さんになったら覚えてないっていうタイプなんで、
やります、動きます、自分からやれることは全部やっていこうと思ってます。何かございますでしょうか。現在の早見相談ゴーヤアストロノーツですけども、はい、佐々木大輔選手を呼ぶにあたってアストロノーツの持つタッグベルトに挑戦するというカードを提示するということに対してこう招聘できるような手応えみたいな自信みたいなのはありますか。まあ、なんか呼ぶんだったら礼儀というか、じゃあこっちで用意できる一番いいカードを用意して待つっていうのが、まあ、礼儀かなという、まあ、だからそれも板の内なんですよ正直。これでやるぞって言ったら大人もそうそうで出ない状況にまで動いていきたいと思います。まあ、呼ぶんだったらちょっと一緒にやるんだったら最高の条件でやりたいというのが僕のわがままです、はい。
Yeah.
Thank you.
吉田さん。なんか喋んない。すごい試合でしたね。今多分長い付き合いなんで藤田さんが考えてることが分かるんですけど、次の挑戦者誰かなと思ってますよね。次の挑戦者誰だと思います？次の挑戦者誰だと思います？近本くんじゃないんですよ。次の挑戦者、リングの上2人になっちゃいましたね。こんな話してるんですから、次の挑戦者は安浦です。これこっちのベルトですよ。ユニオンマックスのベルトをかけてタイトルマッチしましょう。いいですよね。でも大体わかるんですよ。藤田さんが誰が来たって断られない人だって分かってるんですよ。で、まあ、いつやるかですよね。で、自分が今このリングにやるってことはいつやるべきですかね。
後楽園でタイトルマッチを楽しもうじゃないですか。悔しいから喋るのも悔しいぐらいですね。いやもうなんか攻め勝ってはいたけど完全に負けましたね。あの辺にチャンピオンのうまさを負けた今めちゃくちゃ感じます。以上です。何かありますか。勝利した上で塚本さんの新ジャンルを確立するというのを出てて、はい、部分もあったと思うんですけれども、今回戦って心配いらないね。まあでも、あれじゃないですかね、
ベルトに届かなかったけど、やっぱ自分のスタイルってものをね、こう確立して、でそれでバザーをやっぱりこう、ね、盛り上げていくっていう気持ちは今も強く持ってるんで、やっぱこのうちの団体っていうのはやっぱり何でしょう、こう面白い試合ばかりが目立つところもやっぱりあるんで、まあ、この間発表されましたけど、8月の宴の比叡の方でもやっぱりこう、まあ、いわゆるこういうバチバチというか、まあ、僕の中ではそういうのを意識を深くせず、自分のスタイルで、ね、そういうものをやっていきたいなと思うので、うん、そうしていけば自分のこのやりたいもの、そういったこの間言ったそういうプランというか、そういうのはおのずと見えてくると思うし、バサラは必ず盛り上がると思うので、いい人材がいるのがうちだと思ってるんで、そこも強みだと思うし、ね、8月には待望の新人がデビューするので、試合した暁にはこういう団体だとボコボコにして示したいと思います。関係なくなっちゃった、それぐらいの気持ちでね、僕はこれからもさ、ベルトがなくても引っ張っていける自信があるので、じゃあまたそうやって確立した上でまたあの人に挑戦したいなと強く思います。挑戦が決まりました。ちょっとそのカメラも進行して、藤田選手が今日塚本選手とやりましたが、塚本選手側のセコンドについてましたね、浦野選手。もちろん。で、ことは塚本選手がもし、ま、万が一負けるようだったら自分が行こうと決めてたんですか。いや、特になんかね、勢いですね。まあ、今までこう藤田選手にこう所属選手が次々とやっぱベルトを取り戻そうとぶつかってったと思うんですけど、浦野選手は所属ではないじゃないですか。でもね、もう所属みたいなもんですよ。もう DDT 辞めてからずっとレギュラーで使ってもらって、気持ちは所属みたいなものです。フリーだけどね。だもう藤田さんとの関係がなんかいびつすぎて、ね、DDT で藤田さんね、一応 WSONTA にまだ入ってるだろうし、でバサラだったら戦闘民族でね、杖通りではね、パートナーだけど、もうね、もう考えてみたら、もうね、23年ぐらいの付き合いになるんで、多分ここで藤田稔と宮津浦野のなんか第一章が終わるみたいな感じですか。ドラゴンボールで言ったらドラゴンボール一回集めて、シェンロンが一回出てきて、その後続くようなのがまだこの後ある感じです。シェンロン出します。強かった、塚本匠、強かったな、強かったけど、もっとたくさんの人に見てもらいたかったな。ずっと考えるんですよ。このベルトの価値ってどうやったら上がるのかなと思って、すごいタイトルマッチをやるっていうのはもちろんなんですけど、やっぱりそれでも、なんていうんだろう、それでもね、やっぱりどんだけね、やっぱりたくさんの人に見てもらえた、見てもらえたか、やっぱりそれに尽きるんじゃないですかね、究極は。はい、まあすごい試合をするのは、まあ大前提として、まあ、あんまりこう暗い話ばかりするのもね、もうムカつきますけど、はい、いやもうなんだろうね、いや自分のね、なんか不甲斐なさというか、なんか暗い話になるな、すげえ頑張ってんのにな。いやでもね、いやもう頑張ってるっていうのは本当になんかこうなんか言い訳でしかないなと思ってて、はい、結果出さなきゃ意味ないんで、はあ、まあもう本当に宴
あの感じで、8月4日後楽園たくさんの人に見てもらってこのベストの、ね、価値を高めて私のね、なんだろう、影響力も高めていけたらいいなと思ってます。はい、あの、わかりますよ、本当に。あのね、若い人がベルトをね、取ってくれて、ね、引っ張っていってくれたら、いいのが一番わかってる。それは一番いいのわかってるけど、だからってね、そう簡単に譲って、かまるかっつうんだ、うん。いろんな団体見渡しても、私ら世代のベテランがもうコロコロ負けてんだ、若い人たちに。んで、何、ベルト戦線から離れるとか、もうこの大きい大会にはナンバーワン決めるリーグ戦には出ませんとか、出る資格ありませんとか、そんなね、そんな奴らと一緒にするんじゃねえよ、この私を。私は私の可能性を、まだまだ疑っちゃいないし、私まだまだ伸びるんで、ここから、はい、期待してください。まあ期待してない人がほとんどでしょうけど、はい、勝手に頑張るんで、はい、勝手に頑張る人しか上がっていかないと思うんで、はい、手助けはいらないです。勝手に上がりますんで。後楽園の相手が、はい、若手でもなく、はい、所属でもない、所属でもない、はいはい、もうずっと言われていますが、バサラに取り戻すとか、はい、関係ねえよ、関係ねえでしょ、お客さんだって。まあ取り戻、バズナに取り戻せって思った人もいるかもしれないけど、口に出して言ってる人はいなかった、一人も、なんかね、いなかったじゃん、それが全てでしょ、そんな目で別に見てないでしょ、俺、私も安浦のも、そして勇も決定した、勇一回決定した、それが全てですよ、文句あるなら順番抜かして、割って入ってこいよ、文句あるんなら、みんなね、もう聞き分けが良すぎるんだよ、時代を変える人間はね、そんな列なんか並べないよ。はい、どうぞ。すいません、塚本さんについて質問ですけど、はい、2度のタイトルマッチで、はい、負けました。今回3回目、はい、そうですね、はい、あんまり勝った記憶はないんですけど、私勝ってましたか、本当に。あ、私が勝ったんですよね、勝ったって言うんですよね。あ、今日今日塚本さん勝ったんですか。塚本さん勝ったのに私ベル持ってんですか。あ、それは大問題ですけど。藤田さんが勝ちました。あ、勝ってました、はい、そうですね。まああんまりその勝った記憶がないので、いやでも、いや、まあ今日勝ちましたけど、まあまた戦う相手だと思ってますんで、はい、ちょっとね、本当にあと2週間後シングルマッチですって言われたら、ちょっと病院に行きたいなっていう感じはありますけど、何の質問でしたっけ。過去の2回のタイトルマッチと違った点は、やっぱり王者としての、そうですね、あとはまあそうですね、そうですね、やっぱりこの宴と違って高島平でやって、なんかね、もう比較的お客様がね、なんかシーンとしてたのでですね、まあ寝てるのかなとは思いましたけど、はい、いやでもちょっと宴がない環境でね、祝日の昼間からね、バチバチにやり合うっていうのはね、もう最高に気持ちよかったです。そしてお客さんが静かだったのもまた気持ちよかったですね。で、私勝ちましたっけ。あ、本当ですか。あんまりちょっと記憶がないですね。あれ、いつタイトルマッチでいつでしたっけ。昨日やったんでしたっけ、塚本さんとタイトルマッチ。あ、今日でしたっけ。ちょっとあんまり記憶ないです。すいません、ごめんなさい。次は
頑張れ、狂言に残る試合やりたいと思います。さあ、今週末に迫りました発展への意気込みお願いします。意気込み、はい、意気込み、意気込み、だってタッグ挑戦するでしょ。挑戦するんです、うん、やりましょう、はい、でもなんかこう釣ったような釣ってないような佐々木大輔選手が決まったんですよね。あ、そうなんですけど、うん、まあ釣れないんですよ正直、はい、シラフの時に返事してるか分かんないんですよ。これはまずいですね。本物のロックスターだったら今日さ多分来てくれるはずなんだよな。久しぶりだな、お前。生きてんのか、お前。おい、おい、おい、クマ。はい。俺もお前も来年でキャリア20年だもん。無駄に長い年なんですかね。お前のは無駄かもしれないけどな。あんなはタッグチャンピオン、ガキだろ、あんなの。あんな奴らよ、お前コロ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 転がしてよ、俺とお前でタッグチャンピオンになろうぜ、お前。佐々木さん、その言葉シラフの時に聞きたかったです。そんでよ、お前、俺とお前でタッグチャンピオンになって、このバサラ、この宴のリングに呼べよ、お前。呼ばねえと、お前、おい、酔っ払って暴れるぞ、お前。佐々木大輔さんも8月4日後楽園乗っかってくれるということで、皆さんで行くぞ乾杯しようという宴を始めませんか。じゃあ、あの行くぞ乾杯、あ、ちょ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 、あの今のは練習なんで本番があります、すいません。行くぞ乾杯ショアでいきますよ。それでは皆さん、良い夢でした。最後まで楽しんでくださいね。行くぞ乾杯ショア。
あーやべえおいやべえおい寝てんじゃねえお前よく聞けおい俺はなおいここにな遊びに来たんじゃねえおい思い出作りに来たんじゃねえおいこのベル状なおい俺と久保でおいてめえからおい奪いに来たんだなおいでおいこのベルト取ってよ俺と久保でこのバサラおいめちゃくちゃ潰したらかどうか分かんなかったんですけど今日引っ張り出せたんで俺は確実に、いけると思います、いやなんだろうな組んだことって本当3人でも2人でもそうなんですけど片手で数えるほどしかないんで正直なんか手応えっていうかそういうのなかったんですけどいやでも今日ちゃんと確信に変わりましたやりますいけます私の心が折れなければどんなに蹴られても殴られても耐えたら必ず後ろからスナイパーライフルで撃ってくれるようなそんなパレハだと思うんではい大丈夫だと思います。はい、勝ちます。私と藤田さんが後楽園ホールのメインで試合するんですよ。ああそれはもうバサラの後楽園ホール大会でその2人がメインを張ることがあるとは思ってませんでした、ね、というかいやもう本当申し訳ないんですけど自分と藤田さんの関係で後楽園ホールのメインで試合するっていうのがもう
本当にすごい自分にとっては偶然が重なってるというか、こんなことになる未来なんて本当に見えなかったんで、2023年かな、藤田さんが解体道場を辞めて、でね、その時からまあ離れ離れになって、二人の関係なんてどういうもんなのかみんな分かんないだろうし、正直言って我々二人にも二人の関係って何だろうねっていうのがつかみきれない。でももうあの頃からずっと絆は深くて、あの頃のガラケーでのメールのやり取りもクソリップみたいなのもずっとやり続けてきたし、あの時からずっと変わらない2人で、まあそれがね、まあ勇が決めたというか、まあね、あの高島平でタイトルマッチやってもいいなと思ったんですけど、勇がこの後楽園でって言ったんで、まあバサラの後楽園としてふさわしいカードなんだと思います。まあ、バサラのみんながね、チラシ配ったりチケット手売りしたりいろいろ頑張ってるのはものすごく知ってるんで、みんなに申し訳ないと思わないような全力の戦いをしてベルトを取ってバサラを引っ張っていきたいと思います。
サブさんも後楽園は2試合ですね。タケルいるか。デビュー戦かもしれないけど、俺とお前の勝負だから。絶対に負けないから。お前もそのつもりで来いよ。まだマイクは早い。前哨戦はできなかったんですけど、そうですね、今ね、本当にこの盛んにね、代謝が活発になっているこのプロレス界において、インディー界なんかもっと代謝が活発になってなきゃいけないのにですね、安浦野さんと最高の試合をして、はい、もう本当になんかバサラのてっぺんにもうしがみつきたいと思います。なんかただただ本当になんかなんて言うんだろう、あ、もうなんかただただしがみついてるだけじゃなくて、なんか本当に説得力のあるしがみつき方が見せれたらいいなと思います。頑張ります。